熱帯植物の藤田です。今日は、副会長の浜崎、それから顧問の道重、それと私、藤田、3名でやってまいりました。よろしくお願いします。それではまず、そこに書いてあるような報道でちょっとお話します。当会の設立は平成7年9月23日ということで、今向こう側の西の方にあります時矢ミュージアム、あそこの熱帯植物館がこの4月、平成7年の4月にオープンしました。それに合わせてちょっと月が遅れて9月に同会が発足したと、こういういきさつで、友の会、もともとは従ってその熱帯植物館ということで発足しましたので、熱帯植物館友の会、こういうことでスタートしておりますが、後に現在の今、時矢ミュージアムという感じになりましたので、館を外しまして、現在は熱帯植物友の会という名称に変わっております。目的といいますか、その目的は今話しました熱帯植物館の中心とした、ものをいろいろ推進するということで、ともかく植物を愛好して、好きな方が集まっていただいて、それをもとに各種行事を行うという母体でございます。バックには常盤公園の常盤ミュージアムの全体を充実発展をさせるのに協力すると、ちょっと偉そうなこと書いておりますけれども、要するに常盤ミュージアムさんと一緒になってミュージアム全体を盛り上げていくという親睦の会でございます。で会員は今約100人、90数名だったり110名だったりするんですが、現時点では約100名でございます。任意に入っていただけるようになっておりますので、任意に入ったり、任意に対談されたりしておりますので、数字は若干多いですが、100名ぐらいで動いております。したがって、平成7年ですから、来年の26年が、20年目に当たるということで、あっという間に20年になるようでございます。私は3代目の会長でございまして、2代目の梶返し庄司さんって方が13年も会長になられて非常に長かったんですけど、私が会長になってまとめて3年目ということで、3代目の会長で今引き継がせていただいております。主な事業としては、熱帯植物の、あそこにサボテンとランの部屋とサボテンの部屋とそれから植物園の植物の部屋があります。あれを、皆さんに定期的に見ていただける、いただくための観察会というのを行っております。それの説明をしたり、そんな新しいことを、いろいろ説明しております。それとそれに合わせて年に1回、トロピカルフルーツ、熱帯植物の果物ですね、これをいろんなところからちょっと仕入れまして、抽選会で、子どもさんたちにおいしい果物を配っていると。で去年は、これ無料でやったかどうか知りませんけど、百何十人結構来ましてね。今年はちょっと300円ほど配分いただこうかなということで今考えています。で、今の、熱帯植物の観察会と、抽選会は9月15日、これは9月1日の候補に載せますので、どうぞ皆さん9月1日の候補を見ていただいて、それに沿って一応申し込みの要領が書いてございますから、どうぞ一応100名を区切りとしておりますので、お早めにお申し込みください。
それからあと、我々の事業としては、年に1回植物文化作品展、会員の皆さんが日頃いろいろ植物に関するもので作っておられる、まあ、リースものとかあるいは草木染めで作るいろいろ織物とかですね、あるいは植物の絵を描いてボタニカルアート絵を描いてる絵とか、それから植物画を元にした、シャドーボックスというものがあるんですけれどもね、これらをですね会員の方が日頃作っておられますので、それ年に1回、東京ミュージアムをお借りして、飾りましてですね、これは市民の皆さんに見ていただくこういう会を毎年行っております。今年も、11月頃行います。それからあと、暮れになりますとチャリティー植物交換市、会員が日頃育てた自宅で育てたいろんな植物をですね、徳屋公園に持ち込んで交換していただいて、その交換した売上金を年末の助け合い募金ということで、それに、支社協に、持っていくと、17年ずっと欠かさずやっております。それから、冬といいますか、2月ごろに、春の七草を会員で摘みまして、それをもとにしたお粥、それから市の小野方に取れます市で作っておるそば粉ですね、地産地消ではありませんけれど、宇部市で作っておるそば粉を使ったそばがき、七草粥とそばがきの試食会、こういうのもずっとこれ十数年続けておりまして、今年は2月にやりました。市長さんに来ていただきましたけど、来年もまた行います。それからあと会長さん誠に申し訳ございません。はい、5分程度の時間が過ぎた。申し訳ございません。はい、私進行の方が言っておりませんでしたので大変申し訳ございません。いやいやいいです。そういうことで行っております。じゃ最後にちょっと今後の問題点としてですね、ちょっとあるんですが、会員がみんな高齢化して、私を含めて高齢化してるんで、若い人の会員を増やさないかなと、こういう問題点が一つあります。それからあと二つ目に、過去いろいろ事業を行ってきたんですが、万年利化にならないように、新しい事業も取り組んでいかなきゃいかないかなと、こういうふうに思っております。